長い距離使えるんで、それはそれで有効かなと思います。3月10日、あでも北っぽいか、弱いけど、どっちかというと東に降るとしたら逆の対角線。今そういう意味じゃちょうどいい方向飛んでるよね。でも弱いんだわ、あんまり意識しないでいいかもしれない。北って思っていいかもしれない。そこベースでもう一回揉んで、あんまり複雑に考えないで。これ吹き流し揺れてるけどね、風吹いてねえんだわ、ちょっと揺れてるだけ。自分でこう風向きに関してはもう決めちゃって、もう来た、弱く遠目まっすぐっていう意識かな。今我慢してるけど、そのままだとちょっと高いから、少し左へ振って、少しだけ、ちょっとだけ左、そのぐらいでいい、そのぐらいでいい。で、ooh。